途中経過です。お疲れ様です。アストロです。ポッカ席でレイアウト水槽第2回です。それでは早速よろしくお願いします。一見順調に見えるこの水槽にも様々な危機が迫っております。まずはこの矢印部分、 CO2 拡散器から覗いてみましょう。泡はまだ綺麗なのですが、先端の白い部分に苔が生えてきております。そして皆さんお気づきでしょうか。この部分、ちょっとこの部分見ていきます。ピントをちょっとずらすと気持ち悪っ、気持ち悪っ。なんかこう白い先端に茶色い頭がある、ガリッガリのカブトムシの幼虫みたいなのが実はですね、たくさん増えております。このガラスについている白い汚れ、実はこれ汚れではなくて全部あの生き物です。まあ大丈夫だと思います。立ち上げ初期によく出会う彼らですね。苔にやられてしまいました。まあ泡は綺麗なんですけどね、泡は綺麗なんですけど、見た目的なあれで、あれがあれでみたいな感じで、まあちょっとこれはよろしくないかなと。水を吸うところも汚れてます。そしてこの何かが張った跡、最近ちょっとサボり CH 気味だったんで、本日はちょっとだけメンテナンス、水替え等々やっていきます。この CO2 の拡散灯は、チャームのフルセット買った時についてきたものなんですけど、ガラス製なんですよね。ガラスはすごい綺麗なんですけど、ちょっといつか割れる日が来るはずで、その瞬間が怖いっすよね。プラスチックのやつもね、いいんでしょうけどね。なんせお金ないっていうね。皆さんはこの CO2 拡散灯を掃除するとき、どのような方法で掃除していらっしゃいますでしょうか。僕はですね、よく分かってないんですけど、この子供用のこの何て言うんですか、注射器ですかね、これを使って掃除しています。
ューザー洗いっていうのはもう完全にド素人なんですけど、まあ、ただ漂白剤につけるっていう方法だとこう中まで綺麗にできないんじゃないかなっていう思いがずっとありまして、でこの注射器を使って吸い込むと、漂白剤を吸い込むことによって中までしっかりと綺麗になるんじゃないのかなというふうな考えでやっております。ちょっと容器が足りなかったというか小さかったんで容器を買いました。ただこの注射器方法を気をつけていただきたいのは、吸う分にはいいんですけど、注射器で押すときこのホースというかですね、チューブのつなぎ目がポンと取れるときがありますんで、そこのところご注意ください。ピカピカになりました。いや、この日はですね、本当に午前中涼しかったんですよ。風が涼しかったんですかね。ちょっと前までお花夏だと思ったのに、なんかもうすぐそこに秋を感じましたね。うん。CO2 ディフューザーは、まあ戻してすぐは、まあ、しばらくは雑な泡ですが、大丈夫です。安心してください。どうでしょう。このきめ細やかな泡。この小さな泡が水流に流されてスイッチを漂うと、綺麗ですね。まあ苔の方は、まあ、しばらくはすぐ増えてくると思うんで、その辺はラムズさんにお願いしようかなと思っております。今回の動画は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。それではまたね。バイバイ。